それとね、あと足しちゃったね、足しました。学生の時の、生徒だった時の数字の定義と、就職してからの数字の定義が全然違うからね、驚くと思うんで。まあ、世界観変わるでしょうね。だからやっぱり就職するっていうのは本当にね、苦毒があることやったと思うけどね、今就職難しいから、個人事業と企業とでも数字の定義が違う。だから学生時代の数字の定義をね、大人になって持ち込まんことやね、全然役立たないからね。その学歴とね、職歴が地続きだね、みたいなね、丹波哲郎大先生がおった時代かともかくね、もうそんな時代じゃないでしょ。丹波哲郎さんはすごい学歴からね、一気にスターだなんて、あの学歴と職歴がね、連続してた時代の大スターなのよ。言ってしまえば怒られるけど、こんなことしてね。だから数字の定義はね、自分で決める。それが、魔術師に興味がないからね、定義は自分で決める。で、魔術師同士の戦い、定義同士の戦いと知るね。そしたら生きるの楽しくなるでしょ。そっから違うね、立て直さなあかんのかな、自分でね。自分の人生から誰かに立て直してもらったら、えらい霊的な借金食らうよ、ね。自分で決める練習っていうのはね、数字の定義を、まあ、自分だけでね、自分家で自分の部屋だけは、この数字はこういう定義、この数字はこういう評価なんだけど、この順位を表すみたいな、いろんなやり方あるから、そうやって数字の扱いを覚えておくことね、人事的な関係数字の。よいしょ、ほら幸せになるんちゃう。どうせあの文系の人事的な評価数字に苦しんでたんでしょ。あるあるあるさん、ね、物理的科学的な数字に苦しんでたんだ。それは技師やからな、発明家とかな、立派な話で建築の人たち見たら、ね、仕事上のないような数字だな、ね、物理的な科学的な数字、ね、人事的な評価数字だ、全然ちゃうからな。同じ記号を使ってるからな、数字っていう。